小西博之は、日本の政治家、元郵政、総務官僚。立憲民主党所属の参議院議員。現在、参議院外交防衛委員会理事、参議院政治倫理の確立及び、選挙制度に関する特別委員会理事。所属会派は、立憲民主、社民。徳島県徳島市に生まれ、徳島市立高等学校を経て、 徳島大学医学部に入学するも2年で中退し、東京大学教養学部に入学した。東大在学中に国家公務員を志望し、1年留年して翌年に合格。1998年、東京大学教養学部教養学科を卒業し、郵政省に入省、通信制作局総務課に配属された。郵政官僚時代は IT イベンチャー支援をはじめ、 情報通信政策などの関わり、農林水産省や経済産業省への出向も経験した。2002年、人事院の研修制度によりアメリカ合衆国のコロンビア大学国際公共政策大学院修士、家庭に入学し、2004年に修士号を取得した。帰国後は、総務省に復職し、合わせて東京大学で、 医療政策人材養成講座を受講し、医療政策研究に従事した。2010年、総務省情報流通行政局衛生、地域放送課課長補佐を最後に退官2010年7月、第22回参議院議員通常選挙に、民主党公認で、千葉県選挙区から出馬、初当選。得票数53万5632票で、トップ当選。 2016年7月、第24回参議院議員通常選挙に、民進党公認で、千葉県選挙区から出馬、二度目の当選。得票数47万2219票で3番手の、当選。2018年5月、民進党と希望の党が合流した、国民民主党に参加せず、無所属での活動を表明。参院会派の、立憲民主党。 民友会に入会。6月10日に野田義彦前首相が千葉県内の旧民進党系地方議員らによる政治団体千葉民主連合を設立した際はこれに参加した。2020年9月15日、旧立憲民主党と旧国民民主党は2つの無所属グループを加えた形で新立憲民主党を結成。小西も新党に参加。 2021年10月31日の第49回衆議院議員総選挙で立憲民主党は議席を109から96に減らし11月2日、枝野幸男代表は隕石辞任を表明。枝野の辞任に伴う代表選挙では小川厚也の推薦人に名を連ねた。外交防衛委員会、予算委員会、 政治倫理の確立及び、選挙制度に関する特別委員会、憲法審査会令和2年12月2日、現在2014年3月12日、参議院予算委員会の質疑において、安倍政権下で任命された、経営委員の顔ぶれについて、戦後初めて経営委員会に、東北地方の代表者がおらず、全国各地方の公平性の考慮を規定している。 放送法に違反するとして、長谷川道子、桃田直樹両経営委員の罷免を要求した。安倍晋三首相は、長谷川が日本国憲法を批判していることなどについて、小西がこういう方がこの世にいるのかと驚いたと述べたことに、対し、自分と考え方の違う人の存在を許さないという、強烈な考え方は、極めて危険と言わざるを得ないと答弁した。 2015年3月20日の参議院予算委員会において集団的自衛権の行使を容認する2014年7月の憲法解釈変更の閣議決定について安倍晋三首相が行ったことは法令解釈ではない。日本の法秩序根底から覆すクーデターだ。憲法を何もわからない首相とそれを支える外務官僚を中心とした強心的な官僚集団。 と発言した。直後に、岸孝一予算委員長から、発言中に不適切な現地があるとの指摘があった。十分気をつけて、発言をお願いしたいと注意を受け、日本の法の支配を思うあまり不適切な発言があったら、お詫びしたいと述べたが、不適切な発言があったら、お詫びしたいと謝罪したと報じた。産経新聞の21日付の記事について、 謝罪はしていない。後日の議事録の調査で不適切発言が確認されたのなら、お詫びすると述べただけと、謝罪については否定した。2015年6月9日の参院外交、防衛委員会で、小西は中谷元防衛省の秘書官が、防衛省に耳打ちして、憲法違反の答弁を補佐したと主張し、解釈会見、安保法制、 これ憲法違反のお先棒を担ぐというような官僚の皆さんは絶対に許さない。政権を奪い返してから必ず皆さんを処分すると発言。枝野幸男幹事長は10日の記者会見で少し言葉が過ぎるのではないか。思いはわかるが十分注意するよう指摘したいと述べ、党として注意する意向を示した。2015年9月17日の参院 安全法制特別委員会で採決の際、河野池義忠委員長が手にする議事進行票を奪おうとしたが、自民党議員などが反対派議員の採決妨害を阻止するため委員長席を囲んだ際、小西は窓枠によじ登り、頭上から委員長席に飛び込んだが、自民党の佐藤正久に顔を払いのけられ、防がれた。小西は佐藤氏に殴られたと主張した。 2015年9月30日、小西は、自身のツイッターに、自衛隊員の母親の望みも虚しく、自衛隊員は、他国の子供を殺傷する恐怖の使徒になるのであると、記したが、非難を受け削除した。翌10月1日のツイッターで、自衛隊の集団的自衛権行使を受ける、国の子供たちは自衛隊員を、恐怖の使徒と思うだろう。 意見立法から自衛隊員を救わなければならないとの投稿に差し替えた。これに対して自民党参議院議員の佐藤正久は、いくら法案反対でも非常識すぎると怒りをあらわに、し、小西を批判した。2017年4月19日、自身のツイッターで、共謀罪が成立すると本気で国外亡命を考えなければならなくなると覚悟しているとの表現で、 法案を批判した。この発言に対して、民進党の野田義彦幹事長は、とかく表現が過激になりがちなので、全体としてこの問題を含めて、よく指導していきたいと、党の立場から苦言を呈した。2018年1月28日、河野太郎外相が、ツイッターに、中国外務省の報道官である花春、明との笑顔のツーショット写真を、 中国の有名な女性と一緒に、との書き込みと共に投稿し、日中両国で話題になった。これに対し、小西は31日、ツイッターで、格下の人物とにやけ顔で、ツーショットを撮るのは中国への、兆候だと批判。河野は、翌1日、ツイッターで、写真を撮るときに、相手の、格を考えて撮っている人もいるんだ。疲れそうと返信した。 2018年4月17日の参議院外交、防衛委員会において、16日午後9時頃に、現職自衛官を名乗る男性から、お前は、国民の敵だと繰り返し罵られたことを明らかにした。防衛省は、暴言を繰り返したのは、同省統合幕僚幹部に所属する30代の、男性三刀空佐だったと、明らかにした。 河野勝利統合幕僚長は17日午後、参議院議員会館を訪れ、小西に陳謝した。この件に関して、小野寺いつのり防衛大臣は、不快な思いをさせたのであれば申し訳ない。国民の一人として、当然思うことはあると思うが、それを口にするかどうかは、自分が置かれた立場を思いパカって対応すべきだと、述べた。一方、 三島空佐は自衛隊の聞き取り調査に対し、国のために働け、バカなのかとは言ったと思うが、国民の敵とは言っていないと述べており、両者の発言には食い違いがある。同年5月8日、防衛省は三島空佐を訓戒処分とした。2021年3月10日の参議院予算委員会において、田島舞子議員の質問が、 平井拓也デジタル改革担当大臣に事前通告されていたかという問いかけに対して、小西は田島舞子に嘘でいいから、口頭でいいから、まあやる、必要のない嘘は言う必要はないからと促した。これに対して、2021年3月12日、午前の定例の記者会見において、フジテレビは、 加藤勝信官房長官へ一昨日の予算にで立憲民主党の小西議員が田島議員に嘘でもいいからと音声が残っておりネット上で指摘されていると質問した加藤勝信官房長官はこれに対しネット上において指摘されているのは承知しているが政府としてコメントする立場にはないと返答した 2021年3月15日、日本維新の会の梅村瑞穂は、参議院の予算会議で、この問題を取り上げ、発言者を名指しこそなかったものの、お天と様と子供に見せて、恥ずかしくない自分でありたい。これは私自身も、野党側も心をしなければならない。悲しくなった。染まっていない議員を、そのように染めないでほしいと批判した。 2021年3月25日号の週刊新潮の記事で2021年3月5日と3月8日の参院予算委の小西の質問通告が原因でその質問を受けて対応する窓口となった総務省の女性課長が電話を受けた後に体調不良で倒れ小西議員の度重なる電話と質問を取りまとめるための深夜残業で心身が すり切れてしまったともっぱらの噂と書かれた。これに対し小西は、その内容を事実無根と全否定し、質問の数十問ないくらい。時間も問題どころか、大変助かりますと感謝までされた。本当は、質問に立つ予定はなかったが、立民の執行部に枠を開けたからと言われて、質問通告も、普通の百戦錬磨の官僚ならダウンするほどのものじゃ。 ありません。総務省には、担当課長の体調不良を私のせいにする、誹謗中傷があるのなら、むしろ、小西議員は配慮してくださった、と職場中に触れ回ってほしいと抗議しましたと、反論した。2021年10月6日、ツイッターのアカウント、脱皮の、発信元の東京都のウェーブ関連企業を発信者。 情報開示請求に基づき特定し、杉尾秀斎議員とともに、その開示された法人に対して、東京地裁に名誉毀損による損害賠償などで訴訟を提起した。2014年に、自費出版した辞書の購入代として、約319万2000円を政治資金から支出している。2015年9月9日には、小西の著書、 私たちの平和憲法と解釈会見のからくり約1200冊分の購入代金194万4000円を出版社に支出し、同年11月と12月にも再び同所購入代金契約260冊分約42万円を支出している。さらに2015年に別の出版社が発行している日本を戦争する国にしてはいけない。 約320冊の購入代金23万5千円を支出している。産経新聞の取材に対して、小西は出版不況の中、著者が買い取りしないと出版できない。安い印税は入っているが、真っ当な政治活動だと思っている。政党交付金は使っていないと述べている。姉と妹二人の四人兄弟。既婚。趣味は、空手やテニス。 サッカーと、ありがとうございます。